について話していきたいと思います。プロサッカー選手になるっていう夢を去年叶えることができました。本当にこれが一番大切なことで、夢についてってことで、まあ選手登場し、いやちょっと話なんかで皆さんたくさんしてきました。見て分かる通り、じゃあガチ俺テンパってな、マジ同じこと何回も言うから笑わないで絶対笑うよ、ガチで。テンパってきたら何言ってるか分かんなくなるんだもん。そうマジで分かる、それ喋ってないのに着地点分かんないんだよ。全然質問と答えがもう合ってない。というわけで、あっち先生お願いします。こんにちは。浦和レッズ3番ウクラツキです。お願いします。夢について話していきたいと思います。僕は5歳からサッカーを始めました。で、まあこの時の夢がプロサッカー選手になることが夢で、8歳で西都小学校の少年団に入ってサッカーをしていました。中学1年生13歳の時に浦和レッズのジュニアユースに入って、でそのまま高校生になって浦和レッズユースに上がって、高校からトップ昇格っていう形にはならず、流通経済大学というところに行きました。そこで4年間、まあ、サッカーや勉強をしっかりして、去年浦和レッズに加入することができました。ここで、まあ、自分の小さい頃からの夢であったプロサッカー選手になるっていう夢を去年叶えることができました。まあ、1年目のシーズンながら開幕スタメンで試合をして、公式戦 J リーグ36試合、ルヴァンカップ12試合、天皇杯5試合、多くの試合をすることができました。で、5月5日にプロ初ゴール、11月20日に J リーグ初ゴールを決めて、最後は天皇杯優勝もすることができました。プロ1年目として充実した1年目を送ることができ、今年でプロ2年目のシーズンを送っています。自分が夢を叶えることができた、まあ、小さい頃からの過ごし方だったり考え方を話していきたいと思います。サッカー選手になるにあたって、まあ、5歳からサッカーをしてて多くの挫折をしてきました。まあ、今まででいろんな大会で中学高校を優勝することができてますけど、個人としては試合にもなかなか出てませんでしたし、主力でもなかったので、まあ、優勝チームとして優勝したのは嬉しかったですけど、個人としては悔しい気持ちの方が多い中学高校時代を過ごしてました。で、まあ、そういう挫折っていうのは今の自分の考え方などにもつながっている部分もありますし、やっぱり挫折した時に逃げ出さないで自分をとにかく信じてやり続けるっていうのは本当に大切なことだと思います。本当に大事だと思っていることは、夢や目標をしっかり持つこと、夢や目標を叶えるために多くのことや苦手なこと、嫌いなことなどに逃げずに挑戦するっていうことは大切だと思っています。まあ、自分も苦手なことや嫌いなものは小学生の時はたくさんあって、まあ、小学生、中学生の時なんかは自分は野菜が嫌いで野菜は食べてなかったんですけど、プロサッカー選手としてやっていく上で体っていうのは本当に大切で、好き嫌いしてちゃいけない立場になったので、まあ、野菜も食べるようにもなりましたし、今の自分の体があると思ってるので、まあ、そうやってやっていく中で自分の苦手だったことが自分の強みとかにも変わってきたりもするので、まあ、自分に置き換えると中学や高校の時は本当に細かったので、まあ、サッカーをやっていく上でフィジカルが本当に弱かったです。でもそこからフィジカルの弱さっていう課題にしっかり向き合って、そこから逃げ出さないことで自分の良さにもつながっていますし、大切なのかなって思います。でもう一つ大切なことが、夢や目標を持ってそれに向かって努力し続けること、そして諦めないこと、そして逃げ出さないこと、本当にこれが一番
大切なことで、まあ、今この中でサッカー以外のことをしている人もいっぱいいると思います。みんながしっかり夢や目標を持ってそれに向かって努力し続けていれば、本当にその夢が叶わなかったとしても、他の道に行ったとしても、それに向かって努力し続けてきたことが生きてくると思うので、本当に夢や目標を持って努力し続けるっていうのは大切なことだと思います。サッカーやってる人たちにアドバイスみたいになっちゃうんですけど、小学6年生の時は本当にサッカーを楽しんでやってほしいです。楽しみながらやることが一番だと思います。サッカー以外のスポーツだったり、自分の好きなことだったり、やりたいことに対して楽しみながらやることが、まあ、そういう夢や目標を叶えるための第一歩になると思います。で、子供たちからあっち先生に質問していこうと思うんですが、よろしいでしょうか。はい。サッカーに出会った経緯ってありますか？サッカーに出会った経緯は、浦和に生まれて、まあ、サッカーが盛んで、まあ、両親が本当にサッカーが好きで、その影響でサッカーを始めました。諦めさんになったことありますか？はい。どのように立ち直りましたか？自分はプロサッカー選手になるっていう夢を持っていて、まあ、慣れないかなって思ったことはないんですけど、諦めそうになった時こそ夢や目標をぶらさずに何ができるのかなってまた考えていくことが大事かなって思います。将来の夢のプロサッカー選手になって、またさらにその夢ってありますか？今の夢は日本代表になってワールドカップに出ることです。部署の後輩へのアドバイスはありますか？小学校の時なんかはサッカーしかしなかったですけど、まあ、好きなことと勉強もしっかりして頑張ってください。ありがとうございます。はい、噂で聞いたんですけど、はい、アクシ先生からなんかこうサイドショーのポタッチみたいなあるって聞いたんですけど。あ、はい、プレゼントあります。皆さんにサイン入りクリアファイルをプレゼントします。こういう時間を取ることができました。ライドショーの皆さんから感想の発表をしていただきたいと思います。あつき先生、今回は私たちのためにお時間をいただきありがとうございました。私は今回のあつき先生の夢や目標に向かって諦めずに努力するという大切さを改めて知りました。私の夢は漫画家です。理由は漫画を描いて世界中の人たちを少しでも笑わせられたらいいなと思ったからです。自分も小さい頃から絵を描くのは好きでしたけど、絵はあんまりうまく描けることはできなかったので、何回も挫折とかもして悔しいという気持ちもありました。ですが今回の話を聞いて、私はもっと絵を描き続けて漫画家になって夢を叶えて、みんなに楽しいって思ってくれるような漫画を描きたいと思いました。本日は本当にありがとうございました。ありがとうございます。素晴らしい夢ですね。本日はわざわざ時間をいただきありがとうございます。世界中の動物を助けられる人になりたいんですけど、その理由は僕動物が大好きで、飼い猫に顔をスリスリしちゃうほど大好きで、今回の伊藤敦先生の夢や目標に向かって逃げないこととか諦めないこと、そして努力し続けることっていうのが大切っていうのを知って、自分が飼い猫にいっぱい噛まれたり嫌われたり引っかかれたりしても諦めないで、目に向かって頑張って勉強したり、動物のことをたくさん知ったりして将来の夢を叶えていきたいと思います。本日は時間をくださり誠にありがとうございました。ありがとうございます。今日は私たちのために時間を使ってくださりありがとうございます。僕の夢は宇宙飛行士なのですが、とにかく頑張ればなれると思っていました。しかしあつき先生の話を聞いて、頑張るだけではなくそれに向かって諦めずに挫折した時こそ夢に近づくために何ができるかを考え楽しもうというふうに考え方が変わりました。このようなとても素晴らしい体験をさせてくださり本当にありがとうございました。ありがとうございます。今日は楽しい時間をありがとうございました。まあ今みんな小学6年生だと思いますけど、夢や目標を持ってそれに向かって努力して逃げ出さず頑張ってください。はい。で、
浦和レッズの試合見に来てください。以上です。はい、ありがとうございました。いいやーレッツ、先生マジありがたいわ。こうやってやんだぞ。楽しかったです。でも、あそこの口癖がなんてさ、まあ、まあ、なんか、なんか、やっぱりな、それ、前言われた大野さんに言われた、お疲れ様でした。聞いた。お疲れ様です。はい、お疲れ様です。ありがとうございます。はい、感想 YouTube です、YouTube です。 YouTube か、まああ、待って、言ってた。ああ、言ってた。まあ、母校のサイド小学校でこういう風な授業をすることができて、素晴らしい時間を過ごせました。小学生から元気をもらいました。楽しかったです。